れた。よし、オッケーだ。かかった。よっしゃ。よし、早速あいつ呼んでくる。待ちきんない。子供か。チフユ、まだ話すなよ。了解っす。こっちこっち。よし、ゼロで目開けろよ。2、1、0。じゃーん。CB250T、通称バブ。俺のバブと双子なんだ。え、バイク？へえ。兄貴がパーツの買い付けに行った先で見つけてきたんだ。当たり前のようにいた兄貴がいない。それがどういうことなのか理解できなくなる。そういう時はいつも頭が真っ白になって、右も左も上も下も分かんなくなっちまう。俺のバブのエンジン、廃墟の中で悲しそうに転がってたって兄貴言ってた。その中にこいつらが埋もれてたって。やっと完成したのがこいつ。お前にやる。え、こんな大事なバイク俺なんかが。いろいろあれしまったしな。そう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 、そんなレベルじゃねえっすよ。すげえじゃん、タケミッチ。エンジンかけてみ。よし、レクチャーしてやろう。その辺一周しようよ。兄貴の周りにはみんな集まってきた。東京中の不良たちが自分より喧嘩の弱い兄貴を慕った。タケミッチ、ちげえって。それまだ一足だから。さっき言ったろ。逃げちゃう。そっちじゃわかんねえっす。右か左で行ってくんないと。何切れてんだよ。すいません。違う、そっちはブレーキだって。ブレーキばっかじゃないっすか。容量悪っ。このエンジン見つけた時、むせ込んじまいそうな灰色の空の下でさ。行きましょうよ。うん、じゃあ約束な、タケミッチ。はい。うまくなってきたじゃん、タケミッチ。シフユ、今までありがとうな。お前がいなかったらここまで来れなかった。お前は俺の一生で一番のマブダチだ。俺の大好きだったトーマンはこんなんじゃない。2番隊副隊長芝八海だ。生まれた環境を憎むな、八海。12月25日、